巡航戦車マーク2は、ビッカース・アームストロング社により開発され、第二次世界大戦中に、イギリス陸軍が使用した巡航戦車である。175両が生産され、大戦初期に使用された。中戦車 A9 の開発計画が始まったわずか3ヶ月後の1934年5月、A10 計画がスタートした。不評支援用に、 より重走行の戦車の開発を求められた、ビッカース社のサージョン・カーデンは、手っ取り早く、A 級の走行強化によって応えた。走行は、A 級の最大 14mm に対し、当初 24mm、最終的に 30mm まで増圧されたが、その増圧は、追加装甲を基本車体2秒接する方法が取られた。厚い一枚板の装甲板を使うよりも製造が、 容易で、上質な装甲後半の節約にもなったが、防御力は一枚板のものより劣った。しかし、A9、A10 の一方で、兵器局のエリス少将は、不評支援用の戦車は予想される、敵対戦車法に耐える装甲圧が必要とし、同じくビッカース社に小型、重装甲の A11 の開発を支持していた。A11 は、 当時最新鋭のイギリスの日本土法に耐えることを目標に最大 60mm を超える走行圧を備えていた。さらに1936年にはイギリス陸軍は主力となる戦車を軽装甲高速の巡航戦車、重装甲低速の不評戦車の2種に分けて開発を行うとの決定を下した。 A9 に比べれば走行が強化されたとはいえ最大 30mm の走行しか持たない A10 は結局 A9 を補佐する重巡航戦車として生産されることとなった A10 は巡航戦車マーク2として正式化され1938年中に最初の発注が行われたこの間本命の巡航戦車としては アメリカのクリスティー式戦車を元にした A13 も開発されており、A9、A10 はそれらの数が揃うまでのつなぎという位置づけであった。ただし、A10 両3社の引き渡しが始まったのは1939年末で、A13 よりもむしろ遅かった。A9 では操縦席の左右に303ビッカース機関銃を備えた銃刀があったが、A10 では除去された。 試作車 A.E1 は当初中央に突出した操縦手風道以外はよく傾斜した全面走行を持つ車体形状であった。しかしやはり車体銃は必要と判断され操縦席をわずかに左に移動、右に車体銃を備えた垂直の戦闘室全面形状に改められた。これに伴い乗員も当初の4名から5名となった。 車体銃には303ビッカース機関銃に代わり、チェコ製ブルーの VZ37A 機関銃のライセンス生産型である空冷のベサ機関銃が選ばれた。しかし、砲塔の同軸機銃は303ビッカース機関銃のままで弾薬も共通ではなかったので、結局、当初生産型は車体銃を搭載しないままだった。あとに、 砲塔の基準もベサに改められ、これには、巡航戦車、マーク、イーアの形式名が与えられた。また、同時期の他のイギリス戦車同様、3.7インチ、榴弾砲搭載の CS 型も作られた。生産は、イギリスの戦車生産工場育成策にのっとり、開発会社のビッカース社で生産されたのは10両、のみで、45両が、メトロポリタンキャメル社、 120両がバーミンガムレールウェイキャリッジワゴン車で行われた。うち30両が CS 型であった。ギリシャ戦線で放棄された巡航戦車マーク E は1941年4月31両の巡航戦車マーク2がフランス派遣軍の第1機構師団に配備されて1940年のフランスの戦いに投入された。 評価は、出力不足で不正地走行能力は低く、低速であると、花肌芳しくなかった。その後は、ギリシャ戦線や、北アフリカ戦線でも1941年末まで、使用された。ありがとうございます。